ましょう。なんか面白い人いたら小山がどんどん話しかけていくっていう。遅れてきたわけだから。そうそう、一番仕事しないと。そうそうそう。あ、これでちょっと、お疲れ様です。本日は、ブレイキングダウンの CEO こと、浅倉未来が、隣にいます。はい。あとは歌舞伎町の住人。CEO ってなんか、慣れないっすね。慣れない。CEO ってのは何ですか？代表ってこと？社長、肩書きが社長ってだけですよ。総責任者みたいなことだよね。一応、その世間的にはって感じです。急に社長お願いしますみたいになった。なんか、僕創設者なんで、はいはい、そっちの方がいいんじゃないかっていう、なんかこう、株主の意向ですね。はいはい。そっかそっか。その複数人で株を分配してるから、その中で人事とかがあった時に納得のいく人間がとりあえず、はい、でしたらアイコニックな存在というかね、はい、シンボルだから、じゃあ朝倉未来社長。そうです。じゃあ社長業みたいなことを急にやらされるとかない？そういうのはまあもともとやってるんで、僕が大体決めてるんで、うん、そうだよね。演出とかは、企画とかは今までと変わんないですね。内容変わんないと。その辺ちょっと、その辺も踏まえて、今日本当はミグルとのコラボに実は米尾が遅刻してるね。そうなんですよ。完璧にね。しかもなんか、ちょっと不可解なのが、18時ぐらいに連絡が来て、はいはい、今渋滞してるんで15分ぐらい遅れそうですって、どっから来てんだろう。うん、どこで渋滞すごい遠いところにいるはずだね、じゃあ。この1分1秒が、ね、とんでもないお金を生むと言われる時代に、時代の長寿を待たせるという。だから小宮はその分取り返してくれるんじゃないですか。なるほどなるほど。今日取る高を。ちょっとこの前誕生日でしたしね。小宮28歳ぐらいですか？多分そうだと思う。28か29ぐらいか、8ぐらいだと思うんですね。じゃあちょっと小宮が来ない間に俺の方に設置するチャンネルだから、はい、なんかじゃあいろいろ聞きたいこと。ブレイキングダウン A と、はい、その前に 7.5 だよね。そうですね。ブレイキングダウン 7.5はもう31だっけ。はい。なんかこう、あ、高校生にやるとか言ってなかった？やんないの？あ、高校生は今回やめました、まず。うん、ただ、なんか、まあ、今後入れていきたいなっていうのはあって。はいはいはい。あれ、今って応募もできないんですか、高校生は。高校生は、一応、応募できます。あ、16歳以上だったかな、確か。じゃあ、今回は前回の大会で、まだストーリーとか回収してない苦戦だったり、ものもありますね。が多いですから、はい。楽しみですね。で、その後に8ですね。8のオーディションが4月の前半にあって、これちょっとじゃ あの連続参戦してる人とかいっぱいいると思うんで、はい、ちょっとじゃあ俺がそいつらを代弁して、あの感覚が早くない？感覚が早くないですか、社長？ああ、感覚早いですよね。まあでも3ヶ月ってそんな早いようで、そうでもないのか。普通なんじゃないですか。怪我とかしてもちょうど治る頃っていうか。ただなんか、その、毎回連続参戦しなくてもいいのかなっていうのは思ってるんですよ。なんかこう、既視感が出すぎちゃうと、こう、視聴者が飽きてくるんで。飽きるよね。はい。なんで今回なんか、ひな壇争奪戦もやろうかなと思ってるんですよ。はいはいはい。売り手さんレベルの人は、もうあの、確定なんですけど。あ、ひな壇に。はい。ただそのどっちとも取れないような人たちがいると思うんで、その日にもしかしたら戦ってひな壇に座れるかどうか。そういうことか。山本君模範方式の。そうです、そうです。それが全員にめちゃくちゃ面白いです、はい、と、まあ、あとは日韓戦やるんで。ああ、なるほど。韓国はもう今10人以上データ来てますけど、すでに結構強い人多いっすね。根気出してきてますよ、あっちも。それ秋山さんが用意してんだっけ。はい、ロード FC に結構参戦してるような選手とかもめっちゃ強いじゃないですか。まあ結構悪そうな、そんなに強そうじゃない人もいるんですけど。ああ、やから系の。やから系もいるし、あと特殊部隊系の子もいますね、中に。やばいな。韓国って何歳かになったら徴兵されるんですよね。うん、ですね。まあどっちにしても絶対盛り上がると思います。フィジカルが違うよ。やばいですよね。
ワールドワイドな動きになっているようですね。はい。韓国対抗戦すっげえ盛り上がりそうだな。めっちゃ盛り上がると思います。5月19日にも会場が多分取れてるんで。あ、そうなんだ。確か1万人規模ですね。次は。そっか、それは当然みんなそんだけでかい箱だから、ミクロの出場どうなるんだと思うけど、その前に牛久戦だもんね。そうですね。そっちがもうメインだから。はい。まあ、ほぼほぼ出れないと思った方がいいかもしれない、ね。うん、満身創痍で、そんな無傷で終わるわけないだろうし、そのレベルの人らは。確かに。うん。楽しみですね。あとその先にこんなの出たいなとか考えがあるレベルの戦い方しないで、多分いろいろとトップファイターはそれで死んでもいいぐらいの。そうですね。じゃあちょっと残ったブレイキングダウンのいるやつらが思いっきり体張んないとね、そこは。でもさすがにちょっと全敗なんていうのは避けたいんで、うん、なんかこっちも総勢力でいきたいですけど、ね。うん、だから昨日も飯田さんのところをしてたんですけど、はいはい、飯田川島も今回は一回休戦してもいいんじゃないかっていう、うん、今回っていうのは 7.5 と、いや8です、8、うん、ああ飯田川島のカードがまだ即やってないのか。そうです。そんなの後でいいでしょっていう感じになってるんであの二人を外してじゃあ誰がやんねんって話になってる、うん、でも前回安保さんが出た影響でなんかプロ格闘家とかも応募してきて、来てますね結構。ただ団体側が止めてる パターンが多くて、うん、あブレイキングダウンなんか出るなみたいな。そうですね、だから結構難しいですよね、うん、なんかこう格闘技のなんかコアなファンたちがブレイキングダウンなんて格闘技じゃないとか、うん、なんか選手たちも言ってるじゃないですか一応、うん、でも団体たちはみんな格闘技団体と認めてるんですよね、うん、だって人前で金受け取って、金が発生して人前で殴り合ってるものを生業にしてるんだから、それ格闘技以外の何でもない。じゃあ何なんだったんでしょうね。新しい格闘技団体。ただやっぱ新しい格闘技団体ですよね、うん、だってそのプロの連中が言ってるあんなの格闘技じゃねえとか、あんなのと俺ら一緒にすんなって言ってるやつら一回一分でやってみて俺は思うわ逆に。どんだけ強い人らでもあのルールだったらあれってこともあり得るし、横田さんみたいに。山本さんとかも一回負けた。横田さん相手があるかプロだけど。ワン FC に出てる広場くんって子がなんかブレイキングダウンに出たいとか言って、うん、米尾と雄志くんが怪我してるから米尾と俺やりますみたいなこと言って多分ブレイキングダウン格闘技団体じゃないから YFC と契約してたけど多分出れますとか言うから、うん、じゃあ YFC に確認してくれてたら、いやダメだと。ああそうだね。YFC は格闘技団体と認めている。だから格闘技じゃないって言われてることを逆に逆手にとって利用できる場面が端々にあるかもしれないね。そういう。まあそうなんですよね。でも、うん、でも団体は全て認めてないんで、うん、格闘技団体ですよね。まあよくあるやつが新しいもの誰かが始めてそれが流行ると絶対最初非難される。まあそうですね、うん、まあでもやっぱり一番興味を持たれてますよねブレイキングが国内の格闘技団体だと、うん、視聴数もやっぱ明らかに。あと素人でも見てて飽きないですよね、うん、めちゃくちゃ強くてレベル高いことやってるけど素人目には何してるか全然わかんないって寝技見せられてもあとね、プロファイターたちだからっていう集団が居酒屋に来て別に店員も知らなければお客さんも隣の席で誰こいつらなんか日大の部活の人らかなぐらいに思われてた奴らが帰っていったというのはあれプロですよっていうよりもやっぱり顔と名前が一致してあれ誰々じゃんっていう方が人を楽しませてる方が俺はプロだと思うけど、わかんない。そうなんですよね、なんか興味を持たれる人が大事ですよね、格闘技業界を。うん、でもやっぱブレイキングダウンに出る選手たちとかアウトサイダーに出る選手たちって結構花からって言われてきたじゃないですか。何が違うんだろうなって考えたんですけど、やっぱりこうある程度不良の道をなんか経験してきた人って見せ方うまいですよね。場面がね、そうそうそう、なんか自分の見せ方がうまいから街中で何かあったってやっぱ自分に有利に持っていくように演出しなきゃいけないし、はいはいはい、そうなんですよ。はったりかましたりそれもやっぱ場面、当時の歌舞伎ものじゃないけど場面をみんな使うから、うん、で自分らがやってきたことは人の言うこと聞かないで自分らが正しいと思った主張が強いからみんな、はい、中途半端な目指したがり屋じゃないわけでしょ。そうなんですよ。だからちょっとそのプロのなんかアスリートたち
アスリートとしてだけ生きてきた人とか、なんかそういう人たちとなんか見せ方のうまさが全然違うんだろうな。そうだね。今インターネットがあるから、YouTube で売れてるとか、ネットで顔が売れてるとかの世代だけど、当時は街でね、うん、何々町のなんとかやばくない街で知られるっていうその演出で飯食うわけだから、はっきり言ってパーケン売ったりなんかしたり。それはもう見せるにことにおいてはもうみんな自分がプロデューサーみたいにやってきてる人だもんね、はあ、やんちゃ坊主は。でもその辺を学ぶ必要ありますよね、プロ格闘家たちは、はい、だってアオリ V とか見ててもその他の格闘技の、ね、コンテンツも一通りいろいろ見てもアオリとかも面白いんだけど、うん、でもやっぱブレイキングダウンに出てるやつらのアオリ V とかなんか本当面白いもんな。なんかオーディションではなんかちょちょって喋ったことぐらいだったけど、こいつこんなこと背負ってたんだじゃないけど、うん、いろんな要素ありますよね。その、うん、あとプライドの高さも結構悪いってあるじゃないですか、うん、そこがない選手多いと思うんですよ、プロでも、うん、謙虚すぎて、うん、なんか相手選手強かったですありがとうございましたみたいなのって、うん、別になんか、うん、それが戦う前から想定できる人だと興味が湧かないと思う。じゃあ負けてもよかったんかいってなっちゃう、はい、まあ負けたくはないんだろうけど、うん、あ米を来ましたね、サングラスかけてさっきだ、サングラスかけて米用の遅刻は俺の方のチャンネル通すわ。どっから来てたの？どっから来てたの？はい、どっから向かってたの？千葉です。あ、そう、大遅刻これ米ちゃったということで本当に遠くから来てたという。まあじゃあそんな感じで尽きることないブレーキングダウンの話もねもっともっと聞きたかったですけど、まあじゃあとりあえず今後もプロ格闘家たちの非難も、はい、いろんなバッシングもあるだろうけど、はい、まあ、ミクロの目に間違いないからね、まあ、俺らも少なからず関わらせてもらってる以上、あのもっともっと体と盛り上げようと思ってるんで、あります、はい、一緒に見てください。まあじゃあそんな感じで、直近では31日の 7.5 ですね、はい、あとは8、はい、日韓対抗戦しかりようなカードがある、ね、ということです。楽しみにしてください。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。